21世紀の食いしん坊、本日はどんな料理に出会えるのでしょうか。聞き手を務めます上水幸です。食いしん坊を務めます笹山です。今日はロケですね。そうですね、もう今車の中ですもんね。そうですよね、あの何回か前に撮ってた祭りだわっしょいですあの川渡り人工祭ね、田川の。そうですね、今日はそれに行くんで、6月の配信も丸々ね、このロケ配信そうなんなります。1ヶ月かけて、はい、マジか。なります、なります。で、今回はちょっと今ね、あのお祭り行く前に、はい、食事でもしようかってことで一回ご飯屋さんに行ってますけど。そうですね、なので今回は食レポ、食レポってか一緒にご飯を食べる感じかな。そうね、ですね、レポでも思うの実況はねそうね、一緒にご飯を食べるというのが今回で、で次回から何回かに分けて祭りの風景は見えないのか、そう、ね、音をね楽しんでもらって、ね、まあどんな感じなのかもちょっと想像もついてないんですけど、まあ祭りに行くっていうのが次回以降で、最後夜ね帰り道で振り返りをしていくというような、もう豪華何本立てか知らんけど大ボリューム、そうそう、祭りの様子をお伝えしていくっていう感じになります。はい、というわけで早速今日のランチはどちらに向かうんですか。もっちゃんお好み焼き。あ、はい、お好み焼き屋に今行ってるんですね。そうです、これね今一本松駅っていうとこなんで、あ、ちょうど、はいはい、もう川食だね、一本松川食とかさ、うん、ないやろ。スーパーですよね、スーパー川食、スーパー川食、食材館ってね書いて、もう田川じゃね、もうあのスーパーを牛耳ってる。そうよね、田川にいっぱいあるよね。そうです、田川にしかないのかな。あー、飯塚とかにもあるんかな、川食ね。ねえ、うわ、もっちゃん、はい、突然ついたじゃん。もっちゃんいきなりついたじゃん。やってんのか。ね、11時半オープンですね。11時半、ね、時間的にはね、時間的にはオープンしてるけど、まっか、いやでも電気ついてるね。あ、オッケー。いや、おばちゃんも、なんか、おばちゃん祭り、なんか今度行くけど、終わってから行くって言った時、お店をやりようっていうのは確定やったっけね。ああ、なるほどね。そう。お店やりようの確定やった。いやー。着きましたね。いや、これいいね。誰もいないんじゃない。そうね。うんうん。一番乗りじゃない、もっちゃん一番乗りじゃない。おばちゃんがまたこう、おばちゃんいない、おばちゃん、おばちゃん。いや、いいんよ。おばちゃんでいいの？その、個性があって。ああ、なるほどね。そう。あれ、出れるかな？出る出る。いける？うん。ちょっと、木にぶつかる形になるけど。そうね、いや、全然いいよ。ぶつかっても。でもね、虫おるかもしれん、きつい。いや、それはちょっときついね。それは厳しい。いけます？いけます、いけます。大丈夫です、はい。ありがとうございます。ではもう早速行きましょう。早速もっちゃん行ってみましょう。面白いのがさ、面白い、はい、この種類の、確かにインド焼き、オランダ焼きとか、なるほどね、面白いな。あとまあ俺結構この量食べる気、はい、基本この 1.5 倍のこの中から大体選ぶ。ああ、なるほどね、スペシャル焼き、もっちゃん焼き。うわー、確かに。そう、ミックスとか。どうしよう。ちなみに、もっちゃん焼きを。これさ、1.5 倍とか書いてるんだ。やっぱボリュームすごい。うん、めちゃくちゃ、その食べきれんかっていうほどではないけど、うんうん、まあまあ、しっかりお腹いっぱいになる気。まあ、だき、この後、ちょっと、さ、おいしい。安いね。びっくりしたんだけど。あ、まあまあ、この辺とか見たらね。いや、めちゃくちゃ安くない？いやいや、うん、こんなもん？安いですね。そうです。福岡の半額ぐらい。いや、そんなことない。いや、本当に本当に。本当、うんうん、ミックス焼きにしようかな。イカエビ、もち、豚肉。いくれ。結構、まあまあまあ、俺、攻めてる？寝起き焼き。いや、この後さ、なんかどっかあるかもしれない。あ、そっか、お祭りで食べたりするからね。そうそうそう。確かに。1.5 倍しない方がいいね。こっちにしようか。なに、すごいね。コリアン焼き、ドイツ焼き。ああ、なるほどね。そう、なかなかこう、なんやろ。
突っ込めるところもいろいろあるんやけど。うんうん。チーズもち、うわぁ、美味しそうだな。オランダ焼きにしようかな。なんでオランダはチーズと思ってたのかちょっとわからないけど、オランダ焼きにしようかな。結構このね、コリアン、はいはい、高菜とピリ辛やん、はいはい。ピリ辛ウインナーやん。うん、ああ、そうなのかって思って、チャイニーズがキムチだよ。それ言ったらなんかさ、あの、フランス、イカ、エビ、アサリ、ホタテってなんか、イタリアっぽいよね。あ、でもイタリアは結構イタリアっぽい。ああ、ほんとだ。そう、これを見るだけで楽しくなるって。これがね、味があっていいよね、メニュー。味わい深い。何にしよっかな。オランダ焼きにしよっかな。オランダ焼き。オランダ焼きにしよっかな。ちなみに一番、この中で、出るのって何ですか？あ、ほら、おー。昔からです。人気ですか？確かに。やっぱ、こう、だんだん増えてきたって感じですか？うん、ぼちぼち。メケドは僕の苦手だからね。はいはい、こっちもですね。はい。それがベースに。それプラスの。ま、あの、混ざってるってことですね、いろいろな。じゃあ、アラスカにしよっか。アラスカ。ああ、なるほど。じゃあ、オランダ焼きとアラスカ焼きで。はい、お願いします。オランダはアラスカなんで。もう、この、多分、ワールド焼きっていうのは多分、これ全部車っつうのかな。ほとんど。うん、そうだね。めっちゃ書いてるもんね。すごいよね。うんうん。イカ、エビ、餅、豚、牛、ハム、ウインナー、ホタテ、ベーコン、サラミ、シーチキン。チーズ、卵4個焼き。結構、3.5 倍って書いてるもんね。3.5 倍はすごいね。多分、もうこの、丸々くんから、ね、鉄板、パンパン。パンパンなんやね。すごい。普通にね、あの、3人分以上ってことやろ。そうだね。3.5 だもんね。安いな。本当に、リーズナブル。だってプラス100円で 1.5 倍にできます。どうかな。いや、そうよね。確かに。いや、1.5 はい。まーす。はい、ありがとうございます。わお。嬉しい。いいね。これどうするの？混ぜるんでしょ？いや教えてよ。そうだね、うん。あの、教えてよ。上ちゃん、そっからやもんね。そうよ。だから、あの、どんな感じで？がっつり。あれやん、あの、なんかよく言うのがさ、空気を入れるようにとか言うやん。ああ、そう。オッケー。めっちゃでも美味しそう。餅とチーズ。うん。お前めっちゃこぼす、これ。不器用です。まあ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 。オランダとね、アラスカ駅。そうね。オランダとアラスカが出会いました。まあね、なんかこう。あ、これコツつかんだよ。端っこからまずね、この、液体化していって。いや、なんかね、はい、上ちゃん、体でかい割にね、その混ぜる作業がこんちっちゃいの。いや、まずはちっちゃくいってね。まずちっちゃくいって、はい。全体にこう馴染んでから大きな動きに変えていくっていう。ああ、なるほどね。戦略的、あれだから、小さい動きだから。だいぶ馴染んできて、こっからですよ。大きくいくの。いやー、この作業もね、やっぱこう、一つの味でしょ。よし、俺はちょっともう投入しようかね。攻めるね。いや。攻めるなぁ。ラジオやろ。俺こっちに焼きます。はいはい。まあ、おなるべく真ん中ら辺に置いたらいいかな。その、ああ、中央に。伸びていくかい？いや、あの、火力がね。あ、そういうことか。伸びてくるから。そういうことか。そういう事情ね。まあまあまあ、こんな感じで。お好み焼き屋はね、来ないね、普段。
福岡を追ってもあるんやろうけどね。全然絶対あるやろ。うん、ちょっと見たことないね。目に入ってない。そう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 。あるんやろうけどね。まあまあね、それをあの地元のね、香川でやっぱこうね。そうね、嬉しいね。うん、てか、お好み焼きも結構好きなよ。いや、好きならなんでさ、もう全く眼中ない感じのさ、言い方やったけど。いや、割と好きなんよ。いや、好きそうやもん、なんか。好きそうやろ？うん。はいはい、いや、どうしたの？美味しそうやね、チーズ。え、なんでそんな綺麗になってるの？まあ、いやいや、でもこっからこう、形作る感じでこう。これで？うんうん。その、平べったい方がいいんでしょ？うん、中だけ、あの、よく見るようなお好み焼きをイメージして、こう、おいよいよ。うん。よく見るようになってるよ。ささやんのを見て真似してるから。今見たのをよく見たお好み焼きとして真似してるから。そうか、よく見てないんか、最近。そう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 。まあまあいいじゃないですか。いいんですかこれで、うん。これでちょっと。様子見る。様子見て。多分ね。なんとかなんの待ってよ。そこ関係ねえじゃん。違う。ここにまずずらすよ。うん、ずらせる。あ、でもね、ほらほら。多分。動く。あ、あれをね。これはもうつける。避難場所にをまず作ってさ。うんうん、もうね、多分ね。あ、周りの人と一緒。いや、引き忘れてたんですよ。その時はもうそのままやる。あ、いいですか。うん。そして返す時にその返したいところに油みたいな。ああ、なるほど。汚れが見てもいいな。なるほど。無駄遣いよ。すみません。無駄に使っちゃいました。心配しなくていいね。まずは待たないと。はい、わかりました。わかりました。焼けたら動かして、はい。返したいところに油、はい、わかりました。無駄遣いです。まあまあ、そうね、やっぱこう、こういうとっさのさ、トラブルにちょっと、まあ人間性が出てしまいましたね。ちょっと、パニック、もう、でもおばちゃんがこうやっぱさ、すごい落ち着いて、対処してくれて。うん、ひっくり返して。ついてこない。無駄についてこない。あ、ついてこないです。じゃあちょっとここ、今こそ油引く感じですね。今油引くんですよね。無駄で引きたいんだったら引く。あ、引かなくても大丈夫そうですか？じゃあ。すごい。じゃあ、行きます。おお、いいやん。だね。ささやんから勉強しましたよ。重い。大丈夫？全然いいですね。確かに。いい感じ、いい感じ。上ちゃんもこれ、全然いいやん。俺、割れたもんね。うん。いやいや、あ、学習したんよ。ささやん。思いっきりいかないかんってこと。いやいや、もう学習能力がもう AI 並みやね。はい。よっぽどじゃあ今まで、その、こういう料理とかをさ、学習する機会が全くなかった、うん。そうそう、データがなし。あれ、じゃあ、実績で言うともう晩餐会ぐらい。そう、晩餐会も、でもほとんどさ、同時にみんなが料理しようってさ、うん、何が行われてるかわからん。学習できない。みんながすごいということしかわからない。まあでも、レアル・マドリードの監督みたいな感じでよかったね。いやいや、監督分かってるでしょ、何が行われてるか。いや、まあでも、ね、タレント軍団みたいな感じですか。ね、うん、いや、本当タレント軍団だったよ。みんなすごい、すごかったよね。いやー、すごかった。バランスが、もう、なんか、良かったし。うんうん。なるほどね。この辺ね、タレント、マヨネーズと。そう。カツオと青のりね。なんつってもね、うんうん、このマヨネーズが、このマヨネーズよ。もう、このマヨネーズがマジでうまい。めちゃくちゃ言うやん。いや、もう、もう。違う。あ、もう全然。
全然違うよ。全然違う。うん。やっぱね、もう口コミでもめちゃめちゃで、やっぱこうマヨネーズがみんな書くぐらい、もうもちろんもう多分一口食べたらもうわかる。わかる。まずできんの？俺はもうちょいやけど、上ちゃん、あ、でも上ちゃんそろそろいいんじゃない？どうやって食べるの？いやいやいや、嘘やろ。もう先に切るの？本体できちゃうやん。先に切るの？いやいやいや、違う違う。先に塗るの？先に塗る。でも、つくやん。いやいやいや、そんなはみ出る？わからんわからん。じゃあ、行きますよ。そこまで言うなら。うん、いや、もうなんか本体できちゃうきさ。じゃあ全然寄せましょうかね、こっちに。食べますよ、じゃあ。そこまで言うなら。食べてください。もでもひっくり返すことないよね。うん、もういいよ。じゃあこれ1個もらいます。どんぐらい塗るもんだ？まあでも、なんか、イメージでどんぐらいかな。いや、ソースガンガン感じたいならさ。ああ、なるほどね。あれやし。感じたいか感じたくないからも。まあまあ。感じたい、割と。こんな塗るの？本当に。あ、でも全然そんぐらいやったら全然いいよ。許容範囲。うん。オッケー。いいよ、いいよ。全然。俺もまずそんぐらい塗るんで。で、なマヨネーズどうするの？あ、マヨネーズはこっちに。こっちか。うん、なるほどね。多分、はい、多分そろそろいいかな。はい。ありがとう。裏の方が若干焦げて。あ、はい。焦げてる方を。でないとまたの火が熱したことだからもっと焦げてくる。ああ、なるほど。わ、なるほどね。そういうことか。美味しそう、めちゃくちゃ。これからもう多分口に出たらやっぱもうたまらんくなる。本当？うん。めちゃくちゃ美味しそうやなこれ。いいやん。うん。見た目もいい感じに。お好み焼きですね。これは嬉しいね。昨日出ました。ああ、しないです。昨日電話があったんだって。あ、あ、そうなんですね。今日お客さん今回は。やっぱあれですか。ですよね。あ、そうなんだ。あ、でも祭りの日はやっぱ少ないんですか、その。もう来年が閉めないか。あ。じゃあいただきますよ。いいですか、先手いかせて。めっちゃ綺麗やん。ね、うん、意外といけてるじゃん。じゃあ食べます。うまいうまいよ。俺はもう上ちゃんのうまい以外を聞きたい。そっから先がさ、はいはい、今まで聞いたことないもんね。あ、本当？これはね、うまいっすね。いやいや。わ、何なんだろう。ちょっと言葉にできないですね。言葉にできん。言葉にできない、おいしさ。じゃあ私もいただきます。はい、お願いします。まあ取りすぎ注意ではあるけど、はいはい、マヨネーズたっぷりつけたがいいよ。そうそう、ね、と思う俺は。うんうんうん。もうこんぐらい一口で。うん。どうですか？うまい。
やいやいや、怖い。一言目はね、ああ、うん。ああ、ちょうど焼き具合もちょうどよかった。うん、ねえねえ、うん、いいよね。ちょっと焦げてきたところの風味もね、香ばしくていいし。ここはまだ具があんまり入ってないとこやけど、ちょうど紅生姜のところが、うん、うん、紅生姜の風味がね、マヨネーズとまたあっていいですよ。あ、美味しい。ツナ、うん、めっちゃ美味しい。餅がね、餅いいよね、うんうん。餅もいいと思う。俺この前そのもっちゃん焼き食べたんやけど。何もっちゃん焼きって。あ、1.5 倍の中とか。餅も入ってたんやけど。はいはい。うまかった。美味しいよね、これ。餅の部分もいいよね。え、それ何だろう、オランチーズか、餅チーズか。うん。うん。うん、俺は今ツナの部分やけど、うん、ツナもいいね。ツナとやっぱマヨネーズ合うね。あ、そうね。いや、マジでマヨネーズ俺めっちゃ好きなの、この。そう。うん、ここのマヨネーズマジで好きで。美味しいよね。なんで？なんで？なんかさ、違うのこれって。美味しいよね。そう、自家製のマヨネーズらしいけど、普通にさ、スーパーとかで売っちゃうのと違うの。なんか、味が尖ってないやん。うんうんうん。こう、柔らかくて。うんうんうん。マヨネーズ、めっちゃうまい。やろう。俺ちょっと。そうっす。マヨネーズがね、普通、こんなマヨネーズ食べてしまったら、ちょっと、やばいやろっちゅうぐらい食べてしまう。いや、そうね、そうね。いや、それでも、こうダメージ受けないようなマイルドさよね。そう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 。なんか、なんやろな。ヨーグルトみたいな。ああ、でも、うん。違うんやけど、うんうん、なんか。言ってることだから、なんか口当たりがね。うん。かといって酸味がないかっつったらそういうわけでもないっていう。うんうん、うん、別に味がぼやけちゃうわけでもないしね。うんうん、しっかりマヨネーズなんだけどって感じだね、うん。お好み焼きガチでどんぐらいぶり？10年とか。マジで？多分。少なくとも10年以内に食べた記憶はないね。どの口がお好み焼きすぎてる？言われた。10年食ってないものをさ、うんうん、好きとかよう言えたね。ヒンドンじゃないから。気持ちだから。逆にその10年前、どこで食べたんや、近いけど。下手したら俺が見たどんどん亭で、ひっくり返すのを見せた時ぐらいかもしれない。どんどん亭ってそれいつ？福岡行く前。ああ。そう、15年前とか。そうそうそう。そうだね。もっと前か。この、鉄板じゃない、この、鉄板を囲う板の部分にさ。行く感じだ。そうそう。あ、そういうとこあるんや。家庭科の調理実習で卵全部割ってしまった。床に落とすとか。やばいやろ。割ったやつ割って床に落ちていく。次々に。まあでも、なんやろう、悪意がないけど、でも、悪意と取られてしまうよね、もうそこまで。いやもうね、それ、そうそう、すごいね、同級生の方がね、うん、怒ってた。いや、しかも、上ちゃん、普段、ふざけまくっとったよ。ん？あの当時、ふざけまくっとったよ。うんうんうん。だき、それもギャグというか、ふざけてやるように。悪ふざけでね、やってるって思われるね。うん、本当よ。プールもそうやったもんね。ふざけてたら死んじゃうよ。いや、マジで溺れてるんですけどね。なんかそのワード聞いたことあるもん。大学の先生からね、言われてたよ。あれよね、怖い先生。怖い先生。
体育の先生全員怖かったよ。高校の。もう。反射やね、反射。体育教師全員反射やね。まあ、それ中学校の頃からも言えるもんね。そうね。いや、でも、あの当時、あんな、そういう感じやった先生ってさ、うんうん、どうなっちゃうのね、今、この時代。実際さ、あの10年以内とかにさ、うん、軒並みこう、左遷されて言ってなかった。なんか問題なく言ってなかった、体罰とか問題とか。あー、あった。西田川もあったんじゃないかな。あった。うん、いや、どうやったっけ。でもなんか、怖い先生が一斉に、おらんくなったっていう話、うん、まあ、左遷かどうかわかんないけど。首にはでもなってないでしょ、うん、だって、ね。でもその中学校の俺らのね、あの先生、うん、辞めたっちゃったもんね。あ、ほんと。なんか教師を、うん、なんか辞めさせられたんじゃない。ああ。あの、太鼓先生。あの先生。マジでサッカー部の顧問の先生。あ、そうよ。マジであの、俺が、もうでも10年くらい前かな、あの、店来てさ。うん。でちょいちょい、なんか、寄ってくれよって。セブンに？なんかまあ、ちょうど、通り道なんかわかんないけど、うんうん、結構、ちょこちょこ話しとったら、なんか、今どこなんですかって聞いたら、もう辞めたんよ、みたいな。それ気に入ってない。うわ、辞めたばっかとかってあるんだな。かもしれん。うわ、説明。辞めたんよって。だってさ、引退の年ではなかったよね、まだね。50代とかだったんじゃないの。うん、まだね。ねえ。うわぁ。いや、わからんけどね。辞めさせられたんか。まあまあ、辞めただけだったらわからんけど、ちょっとどうさ。うん。ちょっとさ、考えにくくない？まあね、あの年で転職してる。そうそうそう。じゃあ今までのあの熱量何やったんだよ。まあ、土日もさ、もう、せんでいいことしてさ、どうしようだけだ。別になんか、学校側からやれって言われてやってるようなレベル感のさ、スパルトさじゃなかったね。完全趣味のレベルというか。そうね、その、どっちかっつうと、まあ、はたから見たら俺は野球部やってさ、うんうん、あの、鍛えるっちゅうになんか痛めつけるような感じだった、ね。はたから見て虐待やってるところ、あれは。だって、あ、今日雨やっても、中で練習やねって言って野球部とか階段とかで走ったらさ、うんうん、見えるよ、窓から。うんうんうん、あの、ガンガン雨降るよね、さ、うん、あの、サーキットみたいな走ったよ。泥だらけの中で。そう、フォーク電信みたいな走ったよ。ひどいよね。マジ軍隊やんちょ、もっと。いや、そう、もうね、いや、そうだと思うよ。今思うとね、そうだと思う。毎日がやめたいのね。やめたいやめたいってサッカー部の人みんな来たよ。そうそうそう。何回やめたことあるかって感じよね。もう心の中ではね、何百回やめてるよね。そう。で、なんか午後の、なんていうの？昼休み終わった5時間目ぐらいからさ、うん、だんだんみんな憂鬱になっていく。で、掃除時間の時みんなもうほぼ暗い顔してるみたいなさ。あれ、ほんと良くないよ。ただね、なんやろね。最後らへん結果残して。うんうんうん。ふゆちゃんもね、まあ、県の強豪校から声かかるぐらいで、うんうん、なんでこんな話になった？なんでだろうね。ふざけてたらじゃないの。ふざけてたら死んじゃうような話。あ、そっか。そう、そっかそっか。全力でふゆちゃんをこう作ろうとしようのに。あ、そうそうそう。卵全部割っちゃうみたいな話だ。お好み焼きの鉄板の外にひっくり返しちゃうっていう。まあまあ、すごいよね。本気でやったそれひどいね、確かに。いや、ふざけようと思うもんね。思うよね。そうか。いや、確かに上ちゃんはふざけよったよ。あの頃。いろんなことをね。うん、だってあの授業中さ、うん、よくないけど、やっぱ今思うと。ずっと大喜利やったもんね。あ、ずっと大喜利。先生が問いかけてくるのに、いかに、その、なんていうのかな。先生が言って、いや、回答を求めてくるわけじゃん。うん。うん。20年聞いてるけど。
ここって何だと思いますか、うん、じゃあみたいな、そこでふざけるっていうのが染みついてるから。あーでもそれでもまあある種いろんな訓練にはなってる。そう面白い返し、うん、なんかさ、ただ突拍子もないこと言っても面白くないじゃん。だからちゃんとその回答に噛んでるけど違うこと言うとか、うん、なんかそういうのをずっとやりよった。確かに。これは高校やろ。ええ、小学校からや。小3とかからずっとやりよったよ。え、中学校の時もそのスタンスやった。中学校は、中学校真面目だったね。まあなんかでも、中学校一番真面目だったんだ。真面目、まあ真面目なのか。あれで真面目というのなんか、まあでも、勉強できるんですね。うん。中学校一番真面目だったと思うよ。そんなにふざけることもなく。うん。先生に怒られるから。まあ、そっか。あのね、顧問がね。そう。もう、どうなるか分かんないからね。おとなしくして分かんない。まあまあ、でもね、そう。そうか。まあ、そういう誤解は招きやすい、ちゅことか。うん。まあ、やっぱ、若かったのもあるよね。周りからどう見えるかみたいなさ、ことがあんまり分かってなかったみたいな。ちょっとふざけすぎてたよね。いやー。どう、そろそろ行く？行きましょうか。よし、じゃあ、行きましょう。満足。ごちそうさまでした。今日は貸切料金が発生しました。あ、さっき、あ、そう、昨日電話したき。ああ、貸し切りで。ああ、ほんと。あ、一緒でいいですよ。俺、払います。あ、おお、俺がお店決めたんで。はい。はい。よいしょ。じゃどうも、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お疲れ様です。いやー、よかったですね。いやー、2週間ぶりか。え？もっちゃん？うん。あ、そう。結構行くよね。まあ、めちゃくちゃじゃないけど、まあ、ぼちぼち行くかな。もう全然今日おばちゃん優しかったね。え？もうちょっと激しいの？激しいわよ。え？ひどい時怒られる気。いや、今日もちょっとなんか、さ、雲行き怪しかったじゃん、最初。あ、でも、あんな感じ。ほんと？うん。雲行き怪しくなかった？あれもアジアき。いや、全然いいんだけどさ。最初に言ってくれんとさ、怒られるわ、と思った。何がおかしいの？覚えてる？うん、あのね。うん、いや、でもね、別に、あの感じ。あのね、最後、別に敵対ではないってことは分かったけど。うん、てか、最初おばあちゃんと思わなかったもん。そういう、そこから？いや、そう、マスクもしてさ、なんかこう、わかんなかった。どっちかなって感じだった。どっちかなっていうか、おじいさんが来て、うん。なんか、声高いなってなった。ああ、うん。いや。一瞬ね。ああ、まあ確かにね。最初ね。ちょっと強さもね、オーラが出てる、ね。そう。力強さが。なんかね、近所の、なんかちょっと、おせっかいなおばちゃんみたいな感じだよ。あ、そうなんだ。うん。おせっかいなおばちゃんって。やけど、なんか、まあなんか愛はある時、うるさいし、ちょっと怒られたりもするけど、うん、逆にそれが。何が怒られるの？だけど鉄板のさ、はいはい、火、その焼き終わったと、つけとったやん。はいはい。で、あんたもうこれ焦げてしまう、消さなっつって。ダメばいっつって。あ、そういう感じ、ね。台無しになるばいっつって。あ、そういう感じね。怒るんやけど、機嫌悪いんかなって思ったら、なんとなく話は全然普通なん。ああ。別になんかね。お好み焼きのクオリティにやっぱ関係してくるところはやっぱ言ってくる。ああ、うん、確かに。油のことも今日さ。うん。その辺とか引いても意味ない。無駄遣い。そう。あれはでもね、冗談、あっこは。あ、そうだ。あっこは冗談で、すごいね。意思疎通すごいね。あそこは冗談でここが切れてるみたいな判断つくんだよ。いや、なんとなくね。うん、すごい。そんな、常連中ほど言ってるわけじゃないけど、あれけど、なんかでも。いや、でも、田川感じましたよ。田川のね、まあ、田川らしさをちょっと、うん、
まあ、俺的にはいい方向に転がした感じの。いい方向に転がした感じの。そう。いや、味はありますね。うん。てか、お好み焼きもすごい美味しかったしね。そう、だけど、あのお店を紹介しようと思って、こうね、いろいろこう、まあ、こんな形になると思わんやったき、こんな形になると思わん。普段の感じで、ちょっとイメージして、こう、うん、いうことをこう、組み立てちゃった中で、ね、おばちゃんのキャラクターは絶対に、入れたかったね。なるほど、ね。そう、まあ、あと、マヨネーズがね、俺はめっちゃ好きなよ。美味しかったね。でしょう。うん。あれがね。マヨネーズすごかったよ。あれまた、その。オリジナルなんでしょ？そうそうそう。ただ、あれを、あれめっちゃ美味しいけど、あれを、その、あのお好み焼き以外につけるイメージはわかんないよね。ああ、なるほど。俺は、うん。さっき、まあ、あの、あのマッチングがやっぱもう一番ベスト、うんうん。お好み焼きに合わせて作ったマヨネーズであると。うん、と思う。そうだね。いや、そうだと思う。うん、だってね、そう。あっこはもう、やっぱ、おばちゃんとマヨネーズとあの、メニューね。おばちゃんが最初に来るの面白いな。あのメニューのあの、オランダとかさ、イタリアとか、あの、ちょっとなんか、どういう根拠でそのね、国に、うん、押し当てたのかわからんような、うんうん、あれの感じが逆に面白くて。そうね。チャイナがキムチでしたもんね。そうそう。韓国は高菜なのに。そう。高菜のイメージないけどね。そうそうそう。だきね。多分中国が先にできたじゃない。え、ギャグじゃないのあれ。いや、ギャグやか。ギャグじゃないんかな。まあまあ、ね、ちゃん、ね、平和を願うっすよね。いや、そうそう、平和を願うロシアとかさ、なんか数少ない国家の中に台湾みたいな国家として入れてくるみたいなとことかさ。そうね、台湾。めちゃめちゃこう政治的な思想を出してくる感じではあったよね。うん、そうよね。うんうん、いや、だってロシアのとことかも俺、今日初めて気づいたもん。ねえねえ、なんで他のやつだってさ、国名しか書いてないじゃん。うん、フランス焼きとか書いてあるじゃん。平和を願うロシア焼きってあるよね。そうそう、うん。思想出してくる。うん、いや、まあそれもね。味ですよね。味ですよね。うん、いやー、それがお好み焼きで出してくるっていうのは、またこう、うん、いいよね。そうね。そのアーティストでいう、こう、歌に表す、ね。いや、そうね。別に会話でさ、そういう話するわけじゃないじゃん。お、行けた。おお。駐車場。西部警察みたいな感じの。あれだね。まあまあね。このね、駐車場のやっぱ治安を守らないで。そうだね。みんな怪しいやん。暑いからね。ここ全部使うんかな？いや、使うんじゃない？それぐらいの、あれはあるんじゃない？まあでも。埋まっちゃうんでしょうね、たぶん。いやすごい絶妙な感じだったね、まあ、今。まあ、やっぱ、もう。いやじゃあ松井の方に行きますかね。行きますか。じゃあ今日はあれですね、もっちゃんのお好み焼き。はい、今日はフランスじゃないや、オランダ焼きとアラスカ焼き、ね、あ、今閉めようか、はい、今閉めてます。今からもうお祭りの方に行きます。そうですね、はい、お祭り焼きじゃない、はい、オランダ焼きとアラスカ焼きね、はい、をご紹介させていただきました。じゃあ、ちょっと大声でお願いしていいですか、タイトルコール。いや、はずいな。ここはずいね。ね、いきます。これ、ちょっと、ここはずいね。やっぱりね、人々が言いますからね。いや、でももうこっからずっとおるきね。そうそう。というわけで、タイトルコールお願いしてもいいでしょうか。はい、いきます。はい。21世紀の食いしん坊。